列車24分出雲市行きが来る。なんか来た、あっちから見て、来たよ。なんだろう、これが馬小屋行きかな。見えん。出雲市行きって書いてある。そうな、出雲市行き反対じゃない。でもそれ出雲市行きだって。もうここに泊まろ。バイバイしよ。バイバイ。7両。長いよ。忙しい時はあんなに長いんかな。4両編成。工場行き。あ、見て見て、もう係の人が降りたっけ。あそこで待つんかも。違った、車庫行き。隣のホームに行きたいな。よかったね。一気にお掃除してさ、お家に帰ったんかも。それさ、さ、4の編成よ。また分けてから、切り離してから明日の朝お仕事するんかもよ。切り離してたから。枕木が置いてある。枕。枕。あ、福江線みたいにさ、一回じゃ帰れんのかな。そう。こっちが、どこ？二両編成。で、ワタ。どこから？こっちから？ここのホームに電車で。へぇー。あ、カンカン言ってる。来た？キッキじゃない、ラッセルってやつ。あれ雪かきよ。あ、また行った。やっぱりさ、車庫に入るのに何回か切り替えんといけんのじゃ。
発車だってバイバイしよう。出雲市行くんだって。出雲市はこっち？うん。出雲市ってこっちだよね。反対か。こっち？うん。右側。電気ついてるでしょ。バイバーイ。見て月とさ綺麗よ。今日満月と思う。なんか明るかったらな。ニコ。あ、運転手さんじゃなくって係の方が車庫に持っていくみたい。どうやら運転手さんもさっき出たような気がする。ほら、車掌さんかな。運転手さん。あ、かわいいね。ほんとだ。
ちゃん3番乗り場だって。なんだろう、ヨナゴユキって書いてある。ヨナゴ、あれなんか向こうからも来てる気がする。バキマステ危ないですから、黄色い展示ブロックまでお下がりください。なんだろう、キハさん4番乗り場に列車が参ります。危ないですから黄色い展示ブロックまでお下がりください。タラコくん、タラコくん、タラコ列車じゃん。ヨナゴって書いてある。ヨナゴって書いてあるね。どっちもヨナゴだよ、すごいね。ヨナゴとヨナゴ、ヨナゴとヨナゴが揃ったよ。漢字読めるようになったね、アシャ。暑い、うん、おいで。あ、電気消えた。幕回しとかあるんじゃない、近くに行ってみよう。幕向こうなんか海藻になる、海藻になるかもよ。ヨナゴの次はシャコだったら海藻になるんかな。ご乗車ありがとうございます。ヨナゴ、ヨナゴです。お忘れ物ないようにお気をつけください。ヨナゴです。ヨナゴ、ヨナゴです。この列車シャコ行き、どうかな、折り返すかもしれん。どこから来たんだろう。こっちからここまで、こっちからここまで来た、うん、どっちから来た。 A って書いてある。 A って、 A ってどっち、分からん。次、出雲市になった隣、うん、見て、出雲市になった、出雲市焼きになった、うん、こっちは、左は、あ、折り返す。右はどうかな。次はさ、夜名古屋特急列車のスーパー松風9号が須田行きは2番乗り場の51分、また来るって。特急列車の松風見るか、わ、大変。あっちが行っちゃった、海藻に行っちゃった。松風、下りの松風。
ここでもしかして運転手さん変わるんかな。なんか係の人がおる気がする。あ、行っちゃった。こっちは行くし、こっちは到着するし。到着したよ。あ、もうどっちを取りましょうって感じ。こっち。南の南行っちゃう。南へ。鳥取行きだって。鳥取。松田ゆき？うん、あっちは、あ、違った、増田ゆきだった。増田ゆき？うん。あれはさ、あれは鳥取ゆきで、反対は増田ゆき。帰っていい？いいよ。お塩は、夜長。お塩は、太郎くん、バイバーイ。バイバーイ。バイバイしたら、プンプンしてくれた。やったね、アーシャ。稲葉くんじゃない、松風。松風。鳥取行き発車。あれは何行き？増田行き。稲葉発車。松風。梨じゃなかった。え、あーちゃん、あれ梨じゃなかった。なんか向こうまで列車が来るよ。今日点検したやつじゃなかった。あれはさっき回送に行ったキハくんだと思う。キハ40か47か離れる。ここはね、止まる。大きい駅は止まる。小さい駅は通過。大きい駅は止まる。大きい駅はどんどんみんな車庫に入っていくん。すごい音だな。まさかあそこでみんな入るよって合図だった。ママたちへの合図だと思ってしまった。おバカ。から来たんかな。全然見えき、全然見えき。鳥取行き。ね？鳥取。また鳥取行き？そうだね。ま、秋。ほら残念。
おかしいんだな。